ので自分なりの工夫なんですけども、最初に、お尻浮かせて、はい、右手からなんですけども、はい、例えばですね、外旋させてグッと入れていきます、はい、そこからしゃがんでくるイメージですね。しゃがんでいくときに腹圧がここにどん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 かかってきて、別をポンっていう感じ。なんかフォームもだんだん楽になってきましたね。なんか自分の形ができてきたのか、苦しくないっていうか。ちょっと修正したいのが、はい、この切っていく、こう流していくのが結構強いんで割とこうプレッシャーがじゃあこのラインにありますとしたら、はい、これって結構今幅が広いんですよ、プレッシャーラインの幅が結構大きく取れてるんで、はい、ある意味ここでもここでもリカバリーできますっていう許容量がある、はい、だけどちょっとこの手前側、力の帯みたいなのって見えてると思うんですよ、うんうん、でその帯の真ん中より向こう側にちょっと行こうとしてるんで、はい、真ん中より手前にちょっと引いてくるような感じで、なおかつ同じところこっちは使って、あんまりこっち使わなくていいです。あ、今わかりました。そうですね、今下の方に、はいはい、ここら辺をよく使うようなイメージで。了解しました。行きましょう。了解です、はい、そうですね、ちょっと今のとこう角度が流れすぎたなっていう、うん、さっきのやつだと、うん、今はちゃんと上に押してるような、はい、で今多分背中の窮屈感がちょっと出てると思うんですよね、はい、後鋸筋とかそのあたりです、うん、でこれはちょっとスペシャルストレッチで、スペシャルストレッチ、はい、スペシャルストレッチをやるんで、はい、それをやってからもう一回、はい、やってみたいと思います。わかりました、はい、それ痛いんですか？痛いっすね、多分ちょっと嫌な予感したんですよねでこのスペシャルストレッチは内緒で、はい、あ、じゃあすいません、一回切ります怖いな。はい、今ですね、ストレッチなのかな、はい、ちょっとストレッチを、はいはい、していただいて、まあ、気持ちよくね。そうですね、すっごい伸びました。ちょっと汗かきましたけど超簡単です、ね、そうですね、でもちょっとこれは門外不出ということで残念ながら見せることはできないんですけれども、もしかしたら鈴木さんのパーソナルければこれを教えてもらうチャンスがあるかもしれませんので、あのぜひお申し込みくださいということで、もう一度ベンチで、はい、ベンチがやりやすくなるっていうね、はい、コンセプトのもとストレッチしたんで。わかりました、はい、行きたいと思います。行きましょう。もうですよね、すっごい入りますね、びっくりしましたよ。やっぱこう骨盤も関係してくるんで、うんうんうん、どうでしょう、大丈夫でしょう。いや、いい感じです、いいですね、大丈夫です。いや、さっきすっごい入りますもん、うん、やっぱ余裕がないとね、そこは入らないな。ストレッチで余裕を持たせるという、そこで止めておく。でさっき伸ばしたところをカチッと押さえて一緒に上がる。そう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 、
じ。そう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 、いいとこおりましたね、やっぱり、ね、いい感じ。はい、OK です。いや、気持ちいい。なんかここね、伸びてこう許容範囲が増えてるから、ちょっとやっぱラックがね、低く感、高く感じますよね。そうですね、グーって入って、いや、外しやすかったです、今めちゃくちゃ。だからここのグニューって入ってきて、グンって出てっていう、その出し入れがすごくしやすくなるんで、余裕のある状態でやっぱり取ってあげると体に余裕があるから、オースイッチも割とスパンって切りやすいですね。そうですね、はい、グググググググじゃなくて、こうスパンって切っても同じところに置いてくる。これ例えば今の位置なんですけども、はい、もうちょっと高いとおかしいですか？あ、全然今の位置でいいと思う。今の位置でちょうどいいと思う。あ、ちょうどいいですか？はい、手幅狭くしたいなって感じで。あ、狭くしたいです。はい、でも今のところで合ってるから、このラックに合わせるってなるとやっぱ狭くしますね、うん、僕だったらね。まあそうですよね、はい、だから多分私もここで小指やりたくなっちゃうんですね。そう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 、ちょうどね、いいですよね、やっぱこの、多分この辺で一番いいような気がします。やりましょう、はい、でその狭くなればなるほど、この縦の動きっていうのはすごい強くしなきゃいけないんで、うん、今やったストレッチも相性がいいと思います。なるほど。単純にね、こうやりやすくなると思うんで、ちょっと一回試して。いいですか？はい、指じゃ一本ちょいって感じですかね。そうですね、小指に合わせる合わせないぐらいぐらいな感じ。はい、よし、じゃあ小指いきます。はい、流れるように。鈴木さんはインターバルってどのくらい設定してるんですか？僕、そのジムの営業期間中なんで、すっごいまちまちなんですよ。おお。普通に1時間以上空くときあるんで。インターバルっていうか第二のトレーニングですね、もう。そう。なんですごい慣れちゃってるから、例えば200とかで1時間空けて、はい、例えばちょっと外出て電話して、体が全く冷えて、もうそのまま200いけるようになっちゃってる。すごいですね。ただやっぱ短いのは苦手かな。どっちかっていうと5分は欲しいです。うんうん、はい、セット中は私とか今こう60から100っていうのは、まあ普段で言ったら別にそんな開けるほどでもないやつだとは思うんですけど、はい、それもやっぱ開けてやってった方がいいですかね？どんどん短くしますね。あ、逆に休憩時間は、あの最初はいいですよ、このガチって入ってるんで結構体疲れるんで、ちょっと開けてまた同じようなフレッシュな状態でやっていくんですけど、うん、慣れてきたらシャフトやります、うん、休憩はプレート入れてる時だけ、うん、すぐ入ってで同じ方にまたプレート入れて、同じとこ入ってっていう感じで、そんなに開けないね、今は。まあ、ある程度の重量まではまあサク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 って感じですかね。そうです。なんで、うんうん、大体僕もアップの重量決まってて、シャフト70、120、170なんで、うん、なんで、もう赤板入れて、まあ、1セットか2セット、まあ、その2セットをやる場合には、ちょっと多分2、3分ぐらい開けて、その感じを修正して、で、まあ、70で1本を2セットやる。で、120をまた1本を2セットやる、うん、で、70は1本やって、そこからメインみたいな感じです。なんでアップ自体はそんなにかかんないかな。結構短時間でポンポンポンっていっちゃうんですね。ポンポンポンですね、うん、はい、結局あの修正するだけなんで、そこで何だろう、新しいものを発見しようっていうところのフェーズではないから、うんうんうん、修正してちょっと
まあ、1セットか2セットやって修正する必要なければ1セットで、うん、もう次行っちゃいます。でそこからは超長いですね。ダラ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 普通に途中でも腹減ったからラーメン食い行こうかなみたいな。そんなこと起きちゃうんですか。でそのまま戻ってきてご飯ちょっとお腹いっぱいだけどもう少しやるからっていうのは全然あります。逆になんかお腹いっぱいだからやめようとかなんないですね。あまあちょっと残ってればやりますね。あのやることが一応そこはノルマっていうか貸したやつはやってくるんで、ね、そう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 そこはねやっていかないとちょっとね今日はこれでいいかってなると、まあ、僕の信用問題になるんですよ。あの人ラーメン食べて帰ったみたいな。そう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 、もう片付けてけよみたいな。本当ですね。今回私の LINE アカウントに登録してくれた皆様へ3つの無料特典を準備しています。ぜひ下の登録ボタンからゲットしてください。これ、指どっちでやればいいですか。今と同じです。今と同じです。はい、まだノーリストでいった方がいいですかね。ノーリストの方がいいです。 OK です。じゃあ行きたいと思います。はい、まあ、ちょっとぶつかっちゃいましたけど。そうですね。やっぱこう今入結構こう入っちゃうんですね。ブニューンって入るんで、はい、入るのはいいことなんです。あ、大丈夫ですか。はい、はい、ダックって基本的に最初高いところから始めて、はい、で慣れてきたらどんどん低くなってくるんですけどまあこれだとねちょっと幅が広すぎるんで一個下に下げたら、このやつがそうですよね。はい、でもう例えば公式でやったら1段下とか、まあ、爪がちょっとね長いっていうのもあるんですけど。そうですね。はい、上げ感はすごい良かったです。今乗ってる感じのところは全然いいんで、はい、しかも100でリスト使わなくてこんな楽なの結構久々です。あ、本当ですか。はい、100はもうリスト使わないと手首昔はやられるイメージだったんで、このやっぱ手がここでやっぱりこうあるこの、うんうんうん、このしっとり感ってやっぱ超大事なんで、そこが合わないと手首痛めちゃうすぐ。おお、そっか、100いけるんだ自分みたいな感じですね、逆に。じゃあ120で、はい、でなるべく息を吸い直さない方が、じゃあ一発いっちゃった方がいいですね。そうです。じゃあラックアップの時に吸ってポン外してもグッていくみたいな。きます。 OK です。ちょっと横を助けます。そうなんです、はい、若干いつもぶつかっちゃうんですよ。もう削りたいですねこれ。イメージなんですけど、パワーリフティングジム吸ってる方ってすごい得意ですよね、そういう。そうですね、創意工夫することが。めちゃめちゃこう DIY っていうか、はい、上手な方が多いイメージあります。もう貧乏なんで。まあ、すぐ穴とか開けちゃいますね。本当ですか。躊躇なく。躊躇なく。はい。さすがだなと思ってね、やっぱり。プレートホルダーとかちょっとこういうところに欲しかったら、ね、はい。ペンってこう。あ、つけちゃいますか、もう。つけちゃいます、つけちゃいます。はい。あと開けて、思って。じゃあそれでより快適なジム作りができるんですね。そうそうそう。やっぱそういう風に考えると、パワーリフティングにはトレーニングしやすいですね。そうですね。やっぱこう、使用者目線で作るんで、そうですね、僕がじゃあどうやったらこう、どうレイアウトしたら気持ちいいかなっていうのを構成するんで、自分で。なるほど、なるほど。はい。ここにこれ欲しいね。そうそうそう。いや、ここにこれあったらなって、じゃあつけちゃうか。いや、でもそれやっぱオーナー特権ですよね。そう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 。やっぱり、普通できないですもんね。なかなか。でも今、DIY でも、ウォールデコとか、壁に直接じゃなくてこう2倍のやつとかで、うん、壁紙とか床とか傷つけないで据え付けられるようなのがすごい多いんで、なんかあれみたいですね、ひろみさんの八王子リフォームみたいな。あれ私結構好きで見るんですけど、はい、それに出てきそうな感じですね。あといろんなやっぱね金網だったりとか、うん、こうすごい今ホームセンター行けばいっぱい売ってるから。おいや関さん、こういうのもあれなんですけど、この辺あんまりホームセンターないんですよ。あー、僕ら郊外組と違いますからね。なんかここ辺だったら、豊洲にビバフォームあるじゃないですか。豊洲まで行くのかってなっちゃうんですけど。じゃあお願いします、はい。ここまでラップなしでいきましょう。はい。120でも大丈夫ですね。大丈夫です、全然大丈夫ですね。はい、手首はずれてない。増えすぎました。いや、でも全然今のところの方がいいです。今のところの方がいいです。本当ですか。はい、大丈夫ですか。今のところの方でやってください。わかりました。で、20で、はい、はい、20はもう止め3本で、はい、スタートプレスかけます。プレス
スタートじゃなくて、はい、一息3本一息です。マジですか。はい、呼吸筋肉鍛えましょう。わかりました。やっぱあとは置かないことですね。置かないで、まあ、止めるっていう。ちょっと、はい、5月の、ね、試合に向けての想定を今のうちに。そうですね、あと課題のやっぱそのボトムですね。そうですね、はい、消費せずに、はい、こう消費するって結構ブレるとすごい体体力使うじゃないですか。消費せずにこうスッ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 で35の2発今止めてる感覚ではなかったと思うんですけど、はい、ある程度止まってるんですよ。それをこう止めないっていうイメージでいくとこうこれブレる、こうこれドーンとこうずれちゃうん でそれがないよ。はい、過度に遅くする必要もないってことですね。もう全然今のスムーズさでいいですね。大丈夫です、はい、でも遅くしようとすればそれを多分ここにバーって流れちゃう。うーん、なるほど、はい、なんかようやく自分のフォームが少しずつ出来上がってくる感じしますね。だいぶそのまとまり感というかその流れができてますよね。一つ一つのところに確認は一つ一つしてるけど流れてってるんで、あとおかげさまでこの筋肉のここに収縮が欲しいとか、はい、ここに肩が収まって欲しいっていうのがこの何回かでなんとなくこう頭に入ってきたんで、うん、私は変わっても、はい、こうあここに欲しいこっちに欲しいっていうのができてきた感じがしますね。ようやくそれが入らなくなってきたらさっきのストレッチさっきのストレッチ、はい、あれは伸びますね。あれめちゃくちゃ伸びますよ。なんでやっぱりこうはまんなくなってきた時に肩に対してこう、うん、負担かかってきたりとかラックの方がガーッて抜けなくなったりするんで、うんうん、そういう傾向が出てきたらもうすぐもう日に複数回でもこのね鈴木さんとのコラボでよく私やる手法なんですけど私全く映ってないで喋ってるっていう僕もこんなことやりたかったっていう。いや自分いらないなっていうベンチに大事なところってもちろん全身大事なんですけど、うん、やっぱりこう体幹とか、ね、背中周り肋骨周りっていうところなんで逆にそこさえ押さえとけばそんなに気がしないですよ。そうですね、はい、いや本当に今全く痛くないですもんね。いつもだともっとバキバキなるんですよ肩も、はい、全く今鳴らそうとしてるんですけど鳴らないっていうその代わりこっちしんどいですもん。もう僕もそうですね最近そっち強化中なんですけど、はい、肩肘はすごい楽、うん、だけども体幹バリバリきついですね。うん、がっつりするし、まあ、逆にそこは体幹がやっぱこう腕とか上半身に対して弱かった分もあるんでそこを鍛えてるイメージですね。でももうその強さって筋肉量じゃないですね。量じゃないですね。やっぱ動員できるかできないかですよね。そうですよね、はい、よしじゃあ3本。はい、スタート、プレス、スタート、プレス、スタート、プレス、バック。うわそんな感じでした。いい感じです、いい感じです。大丈夫ですか。はい、でも、はい、一発目終わった後に吸い直してすいません、あの吐きましたね、はい、フンって抜けましたね。出ちゃいました。なんでそれが出ないようにって我慢した方がいいです。この今の30の2本と20の3本をベースに高めていくような感じでいけばいいんで、今後のセットの組み方っていうと、はい、どういう風に組んでいけばいいですかね。僕だったら35の2発で5セットぐらいからやるかなで20の3発止めも5セットぐらい、はい、合計10セットぐらいでを別の日にやっちゃう。あ、別の日で、はい、同じ日でやるとしたら3セットずつ3セットずつ、はい、35の2発3セット、25の止め3発を3セットを1日でもう1日を、まあ、今だったら回数やった方が多分いいと思うんで、はい、3に対したら8ぐらいで、まあ、20で8本でいいと思うんですけど20で8本をやる、まあ、4セット3セットから4セットぐらいを2本立て でそこからあと 2.5 ずつ積んでいく感じ、積んでいく感じで、それもじゃあできたら積む、できたら積むみたいな感じで大丈夫ですか。そうです、そうです、そうです、そうです。で、まあ、そこら辺どう判断するかなんですけど、例えば35円2発を3セットをクリア条件にするのか、はい、35円2発3セットやりました、うん、でその次35で3発やれたら次行くか、2発3セットをクリア条件にして3セット目が 2発できたら次 2.5 キロプラスしたら1セット目できるだろうっていう考え方でもいいし、うん、3発できたら次 2.5 キロ上げても2発はできるだろうっていう考え方でもいいと思うんです、うんうん、でも私体幹が結構っていうところからやっぱ少し回数積んでてもいいのかもしれないですよね、はい、135でじゃあ3回のまた3セットやって、はい、でそしたらその
35で2発3セット、25で3発の3セットを1つのグループ。で次に25の8発を1つのグループ。でもう1つ35の3発を1つのグループ。その3つを1つのブロックとして、そのブロックがクリアできたら次のブロックは 2.5 全部積んでブロック。また 2.5 積んでブロック。なるほどなるほど、はい、感じにしてもいいと思います。それだとちょっと時間はかかりますけど確実に積んではいけると思います。うん、中って何日ぐらい開けるイメージですか？僕中1位ぐらいです。中1位、はい、時間まあ2かみたいです。中1、2です。はい、開けない時もありますしょうがなく開けない時もありますわかりました、はい、やってみます。でもこう積んでいくっていうのは大事ですね、うん、なんで、うん、今仮に例えばこれがギリギリに感じてるとしたらちょっと軽くして30からとか、うん、15からとかにしても全然いいと思います、うんうん、はい、ギリって感じでもなかったんでとりあえずこれでやってみようかなと思います、うん、はいはい、はい、ということで今回、3本撮り一応ね動画上は3本撮りになってるんですけども、はい、ようやくですねベンチプレス終了することができました。はい、ただなんだろう今回すごい進んだ感じがします自分の中では。ちょっとこうバリエーションというか視野が多分広がったと思うんですよね。例えばスクワットにしてもスクワットからの目線でベンチプレスを考えたりとか限られた環境でベンチプレス見られたりとか、でこう一つのところで一つの目線だけでやっていくと詰まった時にこうあどうしようもう他の道がないんですけど、例えばベンチがうまくはまんなくなったらじゃあスクワットの時ってどうだったっけとか、こう台がこうだからじゃあこうしなきゃいけないとか、っていうこう違う目線が見えてきたと思うので。そうですね、はい、すごく頭がクリアになった感じがします。今ここで私がやったベンチプレスっていうのはあくまでも私用にアジャストさせていただいているものになりますので、はい、皆さんが皆さんに合うものとは限らないんですけれども一参考として見ていただければ、はい、幸いですと思います。より自分のためのベンチプレスをやりたい方はですねぜひ下の概要欄に鈴木さんのインスタグラムですね、インスタグラムの URL とあとは、お店長野県松本市にあるお店の URL を貼っておりますので、はい、そちらにぜひ問い合わせいただければと思います。はい、お願いします。はい、ということで、いつもなんですけれども今回も大変勉強させていただきました。こちらこそありがとうございます、はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。